皆さん、こんにちは。ワンダリングルビージです。では、今回は、ステラリス、ガンダムモッド続きをやっていきたいと思います。まずですね、前回、東国タクノル公国と戦争を始めて、この戦いに勝利したんですが、一方で艦隊のダメージも大きいので、艦隊のね、立て直しを今回はやっていきたいと思います。で、まず第一艦隊ですね。この第一艦隊を、一度地球圏に戻して、地球圏で艦隊の増強を行います。で、第2艦隊も並行して地球圏で、艦隊を増強していきたいところではあるんですが、一旦これは置いておいて、順番で言うと、まず第1艦隊の増強を行った後、戦線を再び開こうかなと。一方、第4艦隊に関してはですね、こちらも再布で海賊艦隊との遭遇した場合、敵艦隊の、船体値が上がってきているので、第4艦隊の増強も行った後、最後に第2艦隊ですね。で、第3艦隊の再建はちょっとだいぶ先になってしまうかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。研究入れていきたいけどね。ちょっとグラミアム見てみますか。グラミアムか。グラミアムに調査船派遣する。どうせ暇してるんでね。じゃあ、本当に時間を進めていきます。どこ？敵は？フェゴー。フェゴーが、フェゴーにいるのは古代の採掘ドローンですね。ここは返してもらいましょう、普通に。調査船が攻撃を受けたの何？で死んだの？マジですかい。貴重な調査船が。ちょっと、そしたら、残念ですけど、調査船新しく作りますか。調査船は数がどうしても欲しいところなんで、一隻体制だとね、今後何かと弊害も出てくるでしょうと。Our home world and the capital of the spaceport tab is where we view orbiting fleets and build new. で、調査船を今一隻作ったので、調査船が復帰したら、ダイアデムでスペシャル、グラミアムですね。ここでスペシャルプロジェクトを担当してもらいます。建設完了したで。建設完了したで。第一艦隊はどこまで戻ってきた？第一艦隊がもうちょっとで地球圏に到達ですね。第1艦隊の増強を行っていきたいので、第1艦隊の増強を行う艦艇、
これの艦隊設計確認をしておきます。ホワイトベースは2番艦級なんで、まあ、ここにテクノロジーリフレッシュをかけていきたいけど、ちょっと難しいのが出力なんだよね。艦隊の出力をもうちょっと上げていかなきゃいけないっていうところが、まあ、遅々として進んでいない。早いね。そしたら調査船を、グラミアムはまだありますからね。グラミアムの調査船はどこ行った？ここで成形プロジェクトで、調査船もう一隻完成してるので、ここでも成形プロジェクト、リーダーを任命していきます。雇用、誰雇用するかな。シロッコか、アストナージいるじゃん。アストナージ、いや、ハマーン様がいる。生物学、ハマーン様がいるんで、ハマーン様雇う。ちょっと生物学なんで、あまり適任じゃないかもしれないんですが、研究完了したで。さて、アイナは次何をするかな。艦隊式上限プラス20ってでかいよな。帝国のリーダー雇用上限2も欲しいし、全部欲しいんだけど、今欲しいのは艦隊の式上限プラス20かな。さて、ヤザン次どうする？ヤザンに関して言うと、採掘ドローンレーザーは残しておいてもいいので置いといて、ブラックホールの専用施設もしくは発電所のカフカウンテン、エネルギー通貨はプラス中か。エネルギー通貨今困ってはないからね。そうするとバリア対空砲、ただこれ防衛軍だからな。デブリ分析完了したで。そうすると紫外線レーザーでもとりあえずやっとく。デブリ分析は完了してるね。そしたら続いてというところなんですが、建設船でさらに先に進んで、調査船はさらに先に進んでいきましょう。成形プロジェクトで、第一艦隊はターマナーまで来てるので、もうちょっとですね。財布もでもそう考えるとちょっと増強してもよくないかって感じはするな。成形基地、防衛プラットフォームをさらにでかくするにはモジュールを追加しなきゃいけないか。成形庫アップグレードする240。
アップグレードしよう。財布はもうとにかくね、海賊船に襲われることたびたびなので、デブリ分析完了したで。さて、第一艦隊もう到着しますね。なので造船所で作っていきましょう。船をまずはホワイトベースの2番艦級、これ1隻、さらに巡洋艦のサラミス階級、これをまあ3隻ほどと、コルベットが5、6隻は欲しいですね。そうなるとやっぱり今欲しいのが鉄だな。鉄、もっともっと鉄が欲しいな。鉄をなんとか確保したいけど、今すぐ確保できる鉄ってなると、どうだろうな、もうあんまりないですもんね。このスティムシスでも2しか取れないからね、鉄は。今お金より鉄が欲しい。まあ最悪金で鉄を買うという手ももちろんあるんですが、巡洋艦の数がちょっと足りないのと、駆逐艦の数も足りてないで、あとだからこの第一艦隊に関して言うと、巡洋艦を3隻増強、駆逐艦も3隻増強、コルベットも3隻、全部3隻だな。ホワイトベースはまあもう1隻の増強でいいとしても、巡洋艦、駆逐艦、コルベットはそれぞれ3隻ずつ計9隻、ホワイトベース合わせて計10隻増強しましょう。
建設完了したで。このサイフの前線基地を大幅に強化していくというプロジェクトですね。駐留艦隊とこのサイフの要塞化でサイフを守りきるという考えです。鉄をちょっとでも増やしたくて鉄を使ってるっていうこの矛盾だよね。研究完了したで。紫外線レーザーと次 X 線レーザーっていうのが出てきてるけど、発電所の3型も美味しいんじゃないかなきっと。で、あとはいや今回結構プロジェクト多いな。超音核融合炉も美味しいけど、とりあえずは発電所の3型これが手に入るようにしておきます。財布のところにあったデブリ分析ができなくなっちゃいましたね。残念だな。
そうか、サイフに造船所も作っちゃえば、サイフにいる艦隊を動かさずして、常に増強とかが可能ですよね。ちょっとその選択肢考えよう。なので、600使ってでもアップグレードして、軍港化して、ここに造船所も作りましょう。それが一番手っ取り早いな。600かかりますけど。いやー、やっぱり今鉄が欲しいな。しょうがない。鉄をちょっと買い求めましょう。毎月10をリンゴ20で買うという選択肢か。いや、これもでかいけど。まあ、とりあえず、期間がどんくらいあるかわからないけど、まあ、金は大量にあるんで、50ずつ買いましょう。これでガスガス軍事力の強化は上がります。で、金がなくなってきたら、貿易協定を破棄すればいい、終了すればいいというだけなので、今は目先の財布の軍港化、完了したで。建設船が2隻そこに入っちゃってるのもったいないね。あとはブロンディとかもまあ取っちゃってもいいかなって感じはしますけどね。通貨にしか取れませんけど。建設完了したで。なので、サイフはもうちょっと考えなくていいと。サイフにいる艦隊は、まあ、独自に造船が可能なので、もう第一艦隊と第二艦隊だけを考えておけばいいっていうのは、すごく、分かりやすくはなりましたね。
待ってね、オドラモンステーションか。オドラモンステーションって言われてもな、オドラモンが重要な場所にあるかどうかというのが一番の問題で、対して重要じゃないところに、まあ変な話、投資をしてももったいないといえばもったいないんですけどね。まあ、ただオドラモン自体はまあセクター扱いになっているんで、まあ自治権を勝手に使って建設する分にはまあいいかな。建設完了したで。建設完了したで。さてさて、そうするとだ、財布の方は順調に大きくなってるので、財布の軍港か、ここをちょっと確認しておきましょうか。まだでも500秒かかるね。あとは財布の地表だね。Stations are used to extract the minerals and strategic. いや、艦隊の増強はだいぶはかどってるけど、金の消耗激しいな。まだね、お金心配するような状況ではもちろんないんですが、よし、これで第一艦隊の増強は完了としましょう。で、入れ替わりで第二艦隊の増強に入ります。まあ、第一艦隊はこのままいけば多分1万近い戦力になるんじゃないかな。これで東国タクノル公国、この旧祖も奪いに行きましょう。はい、ではちょっと時間が長くなってきましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、続きはこの次回にプレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。